松橋ゆまん選手です。よろしくお願いします。今日ステージどうでしたか？一言、結構緊張しました。なんか噛んだらしいじゃないですか。はい、よろしくお願いしますがちゃんと言えなくてちょっと恥ずかしかったです。どんな感じになったんですか？よろしくお願いしますみたいな、なんかしますがうまく言えなくて。あれ、噛んでました？わかんないです。俺も緊張してたんで聞いてなかった。聞いてなかった。聞いてない。まずね、自己紹介をお願いしてもいいですか？ユースから昇格した松橋です。はい、試合に出てチームのために戦いたいと思うので応援よろしくお願いします。サッカーで見てほしいプレーはどんなところですか？まあ、裏にどんどん走って、まあ、得点って部分でチームに貢献したいと思うのでそこを見てほしいです。こうサッカーを離れたところだとどんなことが趣味とか好きなこととか何ですか？趣味は特にないですけど、まあ、ちょっと前までポケモンカードポケモンカードタピオカポケモンカードが好きらしいです。ポケモンカードが好きなんですか？まあ、ポケモンカードちょっと前までめっちゃハマってました。ポケモンカードってどうやって遊ぶんですか？普通にカード集めて友達と戦うんです。戦うんですか？はい、それ結構流行ってるんですか？わかんないどこで流行ってるんですか？まあ、ユースの後輩とちょっとハマって一緒にやってました。あのなんかタピオカって声も聞こえてきましたけど、タピオカが好きなんですか？まあ、タピオカはまあ大好きです。どれくらいのペースでタピオカ飲むんですか？ペースとかよくはあんま決まってないですけど、とりあえず飲みたいなと思ったら、まあ、飲んで、でもちょっとリハビリ中に飲みすぎて結構太っちゃったんで最近は全然飲んでないです。一応ちょっと体気を使ってるんですね。はい、そうか。最後ちょっとエンブレム変わりましたけどどうですか？エンブレムの感想はシンプルでかっこいいと思います。ちょっと新しいスタートって感じしますよね。はい、新しい年になりそうで自分自身もいい年にしたいと思います。サポーターの皆さんに最後に一言お願いします。ヴェルディの J1 昇格のために一生懸命戦うので最後までお待ちよろしくお願いします。いつもこんな感じですか？はい、でもさっき聞きましたよ、タイガ選手に。何を聞きました？優しいって言われるけど、あ、名前に優しいって文字が入ってるけど後輩に全然優しくないって。いや、優しいです。めっちゃ優しいです。優しいですよね。はい、もちろん、めっちゃ優しいです。でちょっと今度また優しいところ見せてください。はい、ありがとうございました。